こちら目を奪われるような艶やかな茶器です。美しい茶道具と薩摩の歴史を振り返る企画展が今日から鹿児島市で開かれています。千利休が実際に使っていた茶道具や利休直筆の書状も展示されています。鹿児島市で今日から始まった茶の湯と薩摩、室町時代から江戸時代に使われていた茶道具など国宝7点を含むおよそ190点が展示されています。こちらは中国から日本に伝わってきた茶器、銀色のまだら模様が描かれるなど派手なものが多く見られます。一方こちらは安土桃山時代に千利休が愛用していたもの。中国の抹茶を飲む文化からわびさびを重んじる今の茶の湯文化へと大成させ、茶器はシンプルなデザインに変わりました。豊臣秀吉は朝鮮出兵の際功績を挙げた武将に褒美として茶道具を与えました。戦の褒美にも使われたとされる茶道具。鹿児島の茶の湯文化は薩摩藩の戦国武将島津義弘が育んできたそうです。展示されているのは国宝に指定されている義弘が書いた書状。大阪城で茶会に招かれた際、千利休の立てた茶に感動したことが書かれています。千利休に弟子入りした義弘は黒が特徴的な茶道具を作りました。その後海外との交流が盛んだった薩摩藩で茶道具は独自に発展し、鮮やかな茶道具や凹凸が特徴的な花入れなども作られるようになったということです。薩摩の茶の湯というものが歴史の動向とかあるいはさまざまな文化交流によってさまざまに生み出され展開していっている、その豊かな展開の様子を見ていただければと思います。美しい茶道具と薩摩の歴史を振り返る茶の湯と薩摩は県歴史美術センター黎明館で11月6日まで開かれます。